お風呂を入れようと思ってお湯張りボタンを押したら突然蛮族になる実家のお風呂。ポチ。お湯張りをします。どうもギフライターともです。今回はこのシエスタホールドの めちゃくちゃさっきのしょうもない小ボケを何事もなかったかのように 始めましたが、今回このシエスタホールドにまつわる新カードが出ましたのでご紹介したいなと思います。まずシエスタホールドの効果ですね。レベル4以下のモンスターを召喚した時に、相手フィールドにそのモンスター以外のモンスターがいない時に発動できる。そのモンスターを裏側守備表示にするという、まあ、なんか闘牛の赤マントヒラヒラしてる感じの人が映ってるトラップカードなんですけど、今回このシエスタホールドのこの男性がついにモンスター化しました。で、それがこれですね。ドン！シエスタトレーロ。水属性。戦士族ですね。レベル3レベで1200。守備力は0。自分の墓地のモンスター3体をデッキに戻す。強いですね。相手フィールドのモンスターレベル8以下1体選んで裏側守備表示にする。この効果で裏側守備表示にした場合、さらに自分の墓地のシエスタホールド1枚を手札に加えることができる。まず、発動条件の自分の墓地のモンスター3体をデッキに戻す。これめっちゃ強いと思います。今までだと、例えば、広がる囁きとか、ああいった自発的に戻すというよりは、トラップカードとかで相手がなんかしてきたらそれに合わせて誘発できるっていう感じの自分の墓地のモンスターを戻すっていう感じだったんですけど、ミラーイノベーターと同じ感じの自発的に自分の墓地のモンスターをデッキへ戻せるっていうカードですね。で、しかも今回これ縛りがないです。自分の墓地のモンスター3体なんで何でもいい。これめっちゃ強いと思います。ほんで、レベル8以下のモンスターを裏守備にできる。プラスシエスタホールドをこれセットじゃなくて、これは手札に加えることができます。このシエスタホールドをセットじゃなくて手札に加えれるっていうのは、次の別のカードの手札から1枚墓地へ送るっていう、他のカードのコストとしてシエスタホールドを墓地から戻せるっていうので、このセットじゃなくて加える、これもかなり強いんじゃないかなと思います。あとその逆の手順もできますね。コストとしてシエスタホールドを墓地へ送って、このシエスタトレーロでまたコストとして使ったシエスタホールドを手札に戻してセットなり何か別で運用したりっていうのもできるので、これなかなか結構いいカードが出るんじゃないかなと思います。スーパーレアで採用されてるぐらいなんで、これいいんじゃないでしょうかね。という感じで、かっこいい戦士族が水属性増えましたっていう新カード紹介動画でした。これでまたどんどんデッキ構築の幅が広がっていくので楽しいですね。高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。